富士山系レディス最終日、21日、川名ホテルゴルフコース富士コース、静岡県、6494ヤードパー71。日本女子プロゴルフ協会、ジュガの小林博美会長が2週連続優勝を果たした武田レ央を絶賛した。圧倒的な飛距離と練習で飛躍的に向上したパッティングとアプローチ。 優勝を支えた技術の高さよりも、真っ先に褒めたのはメンタルの強さだった。優勝争いに続けて負けた悔しさを晴らした初優勝は地元の熊本でしょう。普段よりプレッシャーがかかる大会で勝てたことで、得た自信は倍以上になった。自信のつき方はまるで違う。二勝目も心の強さを感じました。本当にすごい。 これでまた強くなりましたね。単独首位から出た最終日に、73、と一つスコアを落として、1打差2位に泣いたヤマハレディースカツラギ、など赤杯が続いたシーズン序盤。敗戦から学び、一気に開花した21歳。武田さんの自信は技術に裏付けされたもの。だから強くなれる、これからが楽しみです。渋野日な子、古江彩香。 勝南西村優奈稲ナミモネ、西郷真央、吉田優里とツアーの中心的存在だった選手たちが、ここ数年で続けて米国女子ツアーに主戦場を移した。危機的状況とも言っていい人材流出の流れの中で誕生したスター候補生に、小林会長もほっとひと安心だろう。武田のおばで、ツアー通算18勝を挙げ19、1993。 94年には2年連続で賞金女王に輝いた平瀬まゆみは、初優勝時と同じくテレビ解説者として、名っ子の勇姿を見届けた。表彰式後は番組の中でたくましく成長した武田とトーク普段はゴルフの話を一切しない名を前にどこかぎこちなかったが、本当にいいプレーをしていた。まだ先は長い、強くなるほど謙虚な気持ちを持って、 努力を重ねてほしいと助言を送っていた。